YouTube! こんち今日も、ワイは、あれよねあのね、前回紹介させていただいたご当地グルメ、もう一個あるんですよ。同じく、九州三宝堂、博多ラーメン、うまそうやろ、これ。もう、高菜も最高じゃん、もう、こんなもう、本当にもう。もう、これね、もう、また、これもね、お客さんから、まあ、いただいてたんだけど、本当にありがとうございます。もう、こんなもう、なんぼあってもいいですからね、もう、いくらでもください。あかん。いくらでもあかん。で、これもね、万代で買ったらしいんで、万代前回と同じようにね、これね、ちゃんと九州で作ってる、ラーメンなんで、もう全然ご当地になるんでね、ちょっと今回せっかくいただいたんで食べてみますんで、よろしくお願いします。イエッ、さあ、食べるよ、食べるよ、開封するよ。博多、違うわ、高菜博多ラーメン、いいから、めちゃめちゃうまそうやん。お、高菜入ってる、ほら、ほら、ちゃんと入ってるやん。すげえやん。これはもう粉末やから、もう先入れやな。先入れ。よし。でも豚骨なんかな、これ。豚骨風やん。豚骨っぽいやん。これは後やね。これも、まあ後かな。これは後やね。よし。お湯も沸いてるし、入れるよ。よし。オッケー、こぼれたけどオッケー。よし、ちょっと拭くわな、拭いとくわ。はい、何分やこれ。2分やって。2分、いや初めてじゃん、2分なんて。2分、一瞬やな。2分待ちます。よし、もうええんちゃう。もう早く食べたい、もうええでよ、もうええで。2分経ったよ。すげえ。わ、何これ。ちゃうな。豚骨と違うな。これ。高菜。これほら。ちゃんと本物や、これ。本格的やん。やば。やばそう。マジでこれ。これ、最高じゃん。ちょっと、最後の最後まで。高菜ね。もったいない。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。めちゃめちゃうまそうやで。高菜、これ、わかる？これわかる？わかる？高菜これ。これ。うまそう。食べる。早く食べたい。いただきまーす。早く食べたい。え、豚骨じゃないやん。めっちゃ美味しそう。高菜最高。めちゃめちゃ美味しい。ご飯投入するよ、ご飯。今日はご飯ぬくめました。ご飯いくよ、ご飯。うまそう。ご飯食べる。ご飯うまいわ。何かな、何やるかな、これ。塩ラーメンと豚骨の間ぐらいかな。そんな感じ。めちゃめちゃ美味しい。ご飯も美味しいけど。
ご飯投入するよ。これがうまいんよ。ご飯投入。ご飯、あ、めっちゃ飛んでる。ご飯投入。うまいわ。うん。最高。うん。あったー。最高。ほんま美味しかった。マジ美味しかった。この魚。これこれ。三ポードやるやん。超ピリ辛、高菜、博多ラーメン。なんやろ、ほんとさっき言ったのに。塩と、豚骨の間ぐらい。めっちゃ美味しい。うん、美味しい美味しい。最高。最高。うまかった。また高菜がね、また合うよね。これ。こういうのに。で、本物の高菜かよね、これ。本物の高菜。ほんと。もういつもすみません。ありがとうございました。いただきます。うん、で、これ。三宝堂、博多、違うわ。高菜、博多ラーメン。これ。めっちゃ美味しいよ。暗いね。こっちか。こっちやね。これこれ。もう最高。まあ、ぜひね。万代で売ってるみたいなので、もう全然買えるんで。ぜひ、買って食べてみてくださいね。うん。それでは、よろしくお願いします！いえ！わかった！たのチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。